今回一番良かったこと。今回一番良かったことは、もうこれ僕にとっては一つだけです。一つだけっていうかもう,もうこれが最高っていうのは、手伝ってくれる人たちの、こう、なん、が本当に楽しそうにワクワクしながら、やりたくてやってるっていうのは、これ、令和新選組の僕の戦隊、常木戦隊もそうなんですけど、本当にそれは最高だと思いました。だからあの人たちからは愛しか感じませんでした。 僕はこれが本当原型なんだなと思って、今回投票率が低かったのは、それの広がりが、時間的にも、その、まあ、あとマスコミに報じられなかったも含めて、広がりがなかったってだけの話で、これ絶対広がると思いますし、広がったらもう絶対勝て、絶対勝てるっていうね、勝てるんじゃなくて、みんなを包み込んじゃうと思います。だから一番良かったことはそこで、それが僕本質だと思うんですよ。多分だから関わってくれてる人たちはみんな多分分かってるんですよ。そ,それ、それが、 それが今までと全然違うって。だから僕はそれが本当に今回の一番の収穫、だと思っていて、あのー、まあ、票はね、皆さんが期待していたほどではなかったかもしれないけど、それでも、あの、国政をぶち破る、あのー、4. 点何パーセントを取ってるわけですよね。それは僕はもう、あの、もう愛のパワーだと思ってますよ。なんか言い方臭いかもしれないですけども、もうパワーオブラブが、 えー、そんだけの壁をぶち破ったんで、あとはもう時間の問題だと思ってますよ。もうこれ、広がらないわけがないと思ってます。だから、それがね、多分皆さん分かってますな、み、何が今回すごかったかって、みんなが分かってます。だからあんだけ人が集まってくるんですよ。なんかこう、何かその感じるわけですよ。そういうこう、あのー、ワクワク感とか希望とかっていう、そういったものに光がね、多分、 なんか見えるんだと思いますよ。で、集まってくる。だから、あんだけの人が回答に集まってきたけど、その光を、こう、遮断する、遮断するとか、それを報じる、そのマスコミがあまりいなかったので、十分広がらなかったけども、これ必ず、えっと、一人一人が光っていく話なんです。一人一人が、あの、輝いていく話なんですね。なんかこう、希望を持ったりとか、ワクワクしちゃったりすると、もうその人がすごく楽しそうに見えるんですよ。これはね、一人でどこ行ったって通じちゃうんですよ。 だからそういう個人個人がそういう姿を見せることによってなんかそれに引き寄せられる人たちが集まってきて今度そういう人たち同士でこうネットワークができていくんでそしたら今度何かをまた伝えるときにそのネットワークが基盤となっていくんでだから本当にそのねすごい原型を僕は今回作ったなと思っていてそれが今回一番良かったことです